大阪で東北6県回れるかー。何それ、そんなんやったん今日。いやいや頑張っていって、あれそんなテンションちゃうの。はい、いいよ、ということで、いいよ、大阪駅前第一ビルに今来てるんですけども、はい、あのこちらね、ホッとするふるさとビルと呼ばれてまして、うん、まあ、あの8階9階にね、いろんなこの都道府県の、県事務所が入ってるということで ね、ここを順番に回りながら東北6県回ってやろうじゃないかと。あ、なるほど。いうことで、この東北の魅力を伝えていきたいなと思ってます。はい、で大体一軒何分ぐらいある3分ぐらい、一軒3分、OK、3分、それで回るんで、はい、じゃあ行きますよ、早速ね。まず福島県から行きます。何も聞けるそれ。いや福島、いやいや、急がなあかんねん。はい、あ、あら、赤べこちゃんおる、赤べこちゃん、ね、赤べこちゃんもおる。福島県、はい、あ、担当の伊藤さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。いや、もう時間がないからね、ちょっと巻き気味で PR お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、まずこちらのポスターをご覧ください。はい、福島県は東北の玄関口、うん、一番南側にある県でございまして、はいはい、で、まあ、これからかあのおすすめの観光スポットということで、はい、まあ、福島県実は桜もいっぱいいいところがございまして、はい、まあ、山一面がもう、 こう花で彩られた花見山公園なんていうところ、うん、花見山公園、まあ、いい名前やね。樹齢1000年を超えるですね、はい、日本三大桜の一つでもある三春竹桜なんていうところもございまして、まあ、こういったところをぜひ関西と違った桜っていうのを見に来ていただければと思っています。福島ね、前僕お邪魔した時、桃が人気なんですよね。 そうですね、ありがとうございます。はい、実はですね、福島県は桃の生産量が全国生産量2位でございまして、はい、いろんなこう品種の桃を栽培しておりまして、ありがとうございます。ちょっと今持ってきていただきましたけど、これもあと1個しかなかったね。いや、もうこれ大人気の桃ポテトチップスなんていう商品も大丈夫ですか、これあったりします。意外とですね、食べていただくと味は分かります。あ、甘酸っぱいってこと。それは違います。いや、それはもうちょっと気になる。いや、それはぜひお買い上げいただいてお確かめいただければと思います。あと1個しかなかったからね。はい、ほんで、後ほど、あとね、お酒ですか。はい、ありがとうございます。当事務所はサテライトショップを併設しておりまして、はい、実は福島県は酒蔵いっぱいあるんですけれども、はい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 、その県内の約50酒蔵から直送で日本酒を、常時100種類くらい100種類しております。ここに常備してる、はい、ね、E が C が C の、A 先生もここに買いに来てるって言って、ね、そうですね。いつもご引きしていただいてます。分かる先生もここに買いに来てる、はい、なんかどういう日本酒なのかなっていうのを、はい、福島のお酒はですね、芳醇淡麗うま口と申しまして、まあ、なんて言うんでしょう、キリッとしていて飲みやすくて、うん、米の味がしっかりと感じられるようなお酒になってございます。伊藤さん、はい、ほんまに、はい、そう言っていただくと思いまして、おうおう、今日はですね、はい、特別に今日届いたばっかりのお酒をですね、ぜひちょっと試飲していただければと思います。花桜、もうまさに春にぴったりの、はい、お酒でございます。伊藤さんもまだ飲んでないってことですか。もう飲んでないです。今日来たばっかりなんで。おっしゃ、じゃあいただいていいですか。はい、じゃあちょっと、いやー、すごい。いただくんですか。いただきましょうよ。ちょっとまずじゃあちょっと、いや、ね、せっかくなんで、そら、だってそら、まあね、飲まないと分かんないもんだって。いや、まだ大阪で達郎が初飲みぐらいの勢いじゃないの。そうそう、じゃあそうよ、ね、僕初飲みちゃいます。伊藤さん結構入れはったわ。いただきますね。あー、もう香りもものすごいいい香り。あっちゃー、これ飲みやすい。あ、すごい香りもいいし、甘みもある、すごく膨らみのある日本酒。あ、これ飲みやすいわ、美濃さん。あ、そう、そうだ、もたつおばんの一般の中違う、もう取り上げられた。そうよ。これちょっと時間ない、ちょっと最後に方言で、はい、最後 PR お願いします。関西の皆さん、ごっついっぱい作って福島で待ってっかんない。ちょっとね、略して、ごちそうをいっぱい作って福島で待ってますからねということでございます。もう一回、もう一回、関西の皆さん、ごっついっぱい作って福島で待ってっかんない。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごい。いやー、ごっついっぱいね、作ってるんだよね。ありがとうございます。はい、
もう時間が時間なくなってもうてるな。もうお魚もやって呼んでくれたらええやん。いやいや今9階にいてるんですけど、こちらね本当にねあの建物の中にいろんな県が入ってるんですよ。もうここもね宮崎牛って書いてます。宮崎県も入ってるし、本当宮崎とかもあるね。そうやね。だからもう美濃さん今日お酒大好きやんか。はい、そうです。なんかあの現地の人に聞いたら美濃さんが辛口のお酒好きっていうのも回ってるらしいですよ。なんでや。いやいや合ってるけど。なんか美濃さんさん辛口好きでしょって言われましたもん僕。ありがとうございます。美濃さんってすごいなと思いながらね。そうで今8階にあの向かってます。1階ちょっと下に降りまして、はい、でこちらの8階でもですねあるんでね早速行きたいなと思いますけどもね。さあどこやと思いますか。こちらでございます。山形県でございます。山形県ね、見てください。これほら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 貼りますよ。ほら、ね、日本一美濃県って書いてます。こうあ美酒県って書いてます。これ美酒県美酒県やね。はい、ちょっとよろしくお願いします。よくござったなす。須藤さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。ではちょっと山形県の特徴も含めていろいろご説明お願いします。はい、山形県の特徴は、はいはい、お酒が美味しいことです。あらまたお酒が美味しい。えらごっちゃん、はいはい、山形は、うん、酒蔵が51、うん、ワイナリーが19あります。あワインもあるんだ。そうですね、はいはい、ぶどうの生産量は全国で4位の県となってます。そうなんですね、はいはい、はい。山形の日本酒の特徴はふんわりして柔らかくふくよかで調和の取れた旨味があるのが特徴です。ちょっと福島とはまた違う感じです ね、はいはいはい、山形ワインの特徴はぶどう本来の味や香りが引き立った爽やかな酸による余韻が特徴になってます。なんか美濃さんなんかさくらんぼっていうイメージ山形強くないですか。そうそうそう、やけどぶどうなんですって。そうやったよね、はいはいはい、他にも他にも、はいはい、そうした、日本酒とワインが楽しめるイベントがありまして、こちらがですね、日本一美酒県山形フェアというイベントになります。はい、6月3日土曜日と4日日曜日に山形市内で開催されます。こちらは山形が自慢の日本酒、ワインとグルメが楽しめるイベントになっております。楽しいイベントやんこれね、うん、ぜひお越しいただき楽しんで美味しい山形を楽しんでいただければと思います。いやいやいや見つけたからさくらんぼのやつがかぶるの。須藤さんもこのかぶってね。ちょっと待って、2人でかぶる。はい、これね、はいはい、これでちょっとお伝えしたいな、はい、これイベントね、これ行きたいけど行けないって方はどうしたらいいですか。はい、山形酒通というサイトでご購入ください。ちょっとあんま離れんといて。ブサブサつながって、山形酒通であのお酒買っていただくの、はい、まあ、でもやっぱり山形来てほしいですよね。そうですね、うん、はい、事前に情報を入手したいという方は、はい、山形マルットウェブというサイトをご覧ください、はいはい、こちらを見ていただくということで、はいはい、いやどうですか、これ皆さんこれちょっと欲しなってんじゃいますか。これ可愛いでしょ。私はお酒かわいいです。お酒の方がいい。俺こっちの方が好きやけどな。はい、じゃあちょっと最後にあの方言で一言締めていただいて終わりましょうか。はい。はい、ぜひ山形に遊びに来てけろな。来てけろなっていうことでね。来てけろなっていうの、はい、ということでね、前半の中継は2軒行けました。あと残り4軒。行けるかな。行ける。大阪で東北6県回っちゃえ。それやらなあかんの。いやいや回らなあかん。それやってる方が時間足らないのちゃう。いる、はい、第一ビルにね、はい、第一ビル8階9階にいろんな、ね、県 の、 あの、特産品が売ってる、ね、事務所があるんですけども、うん、前半で、福島県と山形県行きました。あと4県残ってます、はい、あるね。後半で4県行きますからね、はい、ではまず1つ目これ、ね、宮城県です。宮城県から行きますよ。はい、宮城県はほら待っていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんか中村さんでございますけどもね、まあこの宮城言うたら有名ですからね、まあ、何が有名か言うたらそれはもうこちらのね、牛のタンの牛タンちゃんですね。はい、それから上にあります七夕祭り、こちらが有名になると思うんですけども、はい、では中村さんちょっと PR お願いします、はいはい、宮城県といえば牛タンというふうにですね、はい、あの関西の方にもすごく覚えていただいているもちろん美味しいもんですけれども、宮城には牛タンを食べれるお店があの数多くあるんですけれども、はい、特に仙台市内でもですねあのいっぱいありまして、うん、よくあのどこに行けばいいのって問い合わせをいただいたり、そうやね、はい、そうやね、するんです、うん、でそういった方はですねあの宮城の
玄関口の一つの仙台駅の3階に、はい、牛タン通りという専門店が集まる、はい、あのところがありますので、はい、そういったところでぜひ本場の味をあの堪能していただければと思います。でも牛タン通りの中で迷ってしまうことない、はい、あ、そうやね、そうですね、そういう時はもうどれにしようか、最悪どれにしようかなで、あ、分かりました、どれにしようかな、どこでも、はい、ここも美味しいです、はいはい、そしてあの先ほども言いましたけど、はい、七夕祭りもあると、はい、七夕祭り、はい、こちらはですね仙台市内で8月に開催されるイベントになっているんですけれども、うん、はい、あの空いた吹き流しですね、こちらがですね、毎年あの参加される団体さんが手作りで、はい、あの毎年作っているものになっていて、うんうん、趣向を凝らしたあの七夕の飾りですね、仙台市内のあちこちで見られる本当に素晴らしいイベントになっています、はい、これは旧暦で8月の七夕っていうことなんですよね、はい、すはい、だから関西の方は7月が七夕ですけど、はいはい、宮城では8月が七夕、はいはいはい、だからうまくいけば2回七夕楽しめるってことですね。 その通りですね、ね、2回あのおゆあのお願い事ができる、願い事できますよね。ちなみに何願いますか。あ、そうですね、あの、はい、永遠の美しさ、あら、もう十分桜のように美しいから。じゃあちょっと桜の宣伝して、はい、はい、あの花見シーズンこれから到来すると思うんですけども、宮城県にもあの綺麗なスポットたくさんありまして、はいはい、中でも私がおすすめするのは、うん、あの白石川沿いにある一目千本桜という桜になります、はいはい、でこちらはですね、あの8キロに1200本の桜の木がある、本当にもう写真出てますね、はい、はい、こちらですね、はい、でこれがですねバックにあの雪の残る蔵王連峰、はい、と一緒に見ることができるので、雪とお花のコラボというのが、いや、これはなかなか見れないですね、はい、です大体関西でいうと雪が溶けて、はい、暖かくなった頃に桜が咲くっていう、はい、雪と桜が一緒に見る、はい、一緒に見られるんです、なかなかない景色だと思うので、はい、こちら千本桜、うん、実際見られた、はい、あ、はい、私も毎年見に行って、はい、もう心洗われるような絶景ですか、絶景です、あ、で、あのイベントもあるんですね、また、そうなんです、こちらのですね、はい、お祭り桜祭りが3年ぶりの開催となりまして、はい、4月の6日から19日まで、あの地元の、川沿いですかね、はい、の公園のところで開催されますので、はい、こういったイベントを楽しんでいただいたりとか、あとは桜の下歩いたり、あとはですね、あの電車からも見れますので、電車に乗って見ていただいたりと、それは綺麗そうやな、はい、いいですね、楽しみ方いっぱいありますね、はい、ぜひともこちらね、宮城県にもお越しいただければと思いますが、はい、じゃあ最後、はい、かわいいかわいい方言で、でも十分美しいですから、はい、はい、最後お願いします、はい、アップできてよ、アップできてよ、はい、はい、宮城県にはあの綺麗な観光スポットたくさんありますし、牛タンの他にも海の幸、山の幸、美味しいものたくさんありますので、ぜひ宮城に遊びに来てけらいん来てけらいん、かわいいね、ありがとうございます、ね、ぜひ来てけらいんということで、皆さん、はい、もうあとね何分、あと4分しかないかも、多分もう無理やわ、無理やね、そんなん言うてたら行きなさいよ、だってもう前半で2つでしょ、もうあと4分って考えたら、もうあと1個か2個しかもう無理やん、そんなん言うてたら走った方がいいじゃん、まあ、廊下は走らないって思うでしょ、美濃さん、行けんのよ、それが走らんでも、はい、水行くよ、行くよ、はい、ほら、秋田県、岩手県、なんと青森県、はい、ドン、ま、北東北3県、大阪合同事務所、一緒なってた、いけるね、ずるい、いけるよ、いけるね、これでもう制覇ですよ、これ6県ね、そう、はい、いや、一緒になってるんだ、うわ、生ハゲちゃんがおるわ、うわ、怖いね、これ実際見たら、うわ、怖い、すみません、渡辺さん、よろしくお願いします、はい、よくお電した、よろしくお願いします、よくお電したということでいただきました、基本的にこの東北 3県集まってるんですよね、あ、そうですね、あの秋田県と青森県と岩手県、はい、の3県で合同で運営している事務所となります、はい、ね、渡辺さんはどこ代表ですか、私は岩手県です、岩手県代表ですよね、うん、じゃあちょっと3県、はい、立て続けにちょっとね PR お願いしたいと思います、はいはい、まず北東北3県といいますのは、はい、世界遺産たくさん ある地域となっております、はいはいはい、でまず秋田県ですね、うんうん、生ハゲで有名な秋田県ですと、はい、の白神山地という、はい、あの世界最大級 の、はい、あのブナの天然林を持つ、はい、あの地域があります、はいはい、それから、青森県とこちらにも白神山地広がっておりまして、はい、のはい、あのブナ林がたくさん見られる、ね、2県にまたがってるんですね、そうですね、はいはい、こちらが青森県、はい、であれですよね、ねぶたもあるね、あ、そうですね、ねぶたも青森県では有名です、はいはいはい、そしてそして渡辺さんの、はい、
はい、岩手県ですと、世界遺産が平泉の中尊寺というところになります。あとそれから橋の鉄鉱山という、日本で現存する最も古い、様式の鉄鉱炉の跡地、こちらも世界遺産となっております。はいはい、そして皆さん、はい、これほら見てください、これね、もうナンバーワンセルティー、翔平大谷ですよ、これね。昨日も大活躍やったね。昨日はこれ16番でしたけどね。あ、そうか、昨日16番だった。昨日16番でしたけどね、やっぱどうですか、大谷選手のこの、まあ、人気というか。そうですね、やはり地元出身ということもあって、皆さん本当に大盛り上がりで応援してます。ねえ、もうちょっとあれでしょ、私の大谷君育てたんだぐらいな感じでしょ。みんな言うたらいいと思うよ、もう。いや、それはもう世界を誇る二刀流ですからね。はい、そしてこちらね、ポスター展というのもやっておりまして、ちょっと見ていただきたいんですけど、こちらは、はい、こちらが岩手県復興ポスター展と言います。はい、でこちらのポスターなんですけども、こちらは、今年の3月11日で、東日本大震災津波から12回目を迎えるにあたりまして、はい、これまで その三陸の復興の歩みですとか、あとはそのこれまでのたくさんの復興支援、こちらに感謝をお伝えするために岩手県で制作したものになります。はい、でこちらの開催が3月の13日までとなっておりまして、あと岩手県内外いろんな自治体や企業さんにこのポスター同時開催となっております。はいはい、あとこちらのポスターなんですが、特設サイトというのがありまして、この特設サイト、岩手とあなたがつながるページと、こちらのサイトでも公開しておりますので、はい、もしその開催期間13日以降もこちらで見ることができますので、ぜひ皆さんご覧になってください。はい、僕もね、東日本大震災は看護師として入らせていただいたんですけども、やっぱりいろいろね、思い出に残る地もまだやっぱり頭の中にね、記憶してますし、特にこの奇跡の一本松、はい、ね、本当にもうこれ見た時僕本当に感動したし、またそういうのもね、ぜひ皆さん自分の目でね、現地に行っていただくのもいいんじゃないかなと思いますけども、ということで、ね、今ポスターずらっと並べていただきましょう。はい、こちらは、はい、北東北3県にはですね、はい、道の区三大桜名所というのが、ございます。はい、で大体4月の中旬からその桜前線というのが北上していますので、はいはいはい、こうした桜、はい、たくさん見ることができます。はい、もうね、楽しみですよ。ちょっとね、皆さん見えへんかもしれないですけど、ちゃんとね、ポスターの下はちゃんと みんな来てくれてるんですよ。ね、ありがとうございます。かわいらしいね。なんだって書いてますけどね。はい、こういうのもね、いろいろぜひ、ね、楽しくね、見ていただければと思いますけどもね。本当にね、僕すごく感じたのが、やっぱポスターというか、チラシがむちゃくちゃ多いんですよ。多いね、確かに。ってことは、やっぱこんだけ観光名所とか名産があるってことですよね。ね、ぜひとも、だからちょっとね、これを機に東北にも興味を持っていただきまして、うん、また何か行ってみたいなとか、これちょっと聞きたいなっていう時に来てもいいんですよね。はい、はい、でもいろいろね、教えてくれますんで、ぜひともね、こちらも来ていただきたいなと思います。じゃあ最後ちょっと皆さんで方言を使って、ちょっと最後ご挨拶をいきましょうか。お願いします。はい、北東北3県、青森、岩手、秋田にどうぞ。おでんせーいいですね。はい、ということで、無事に東北ロケ回れましたので、もう安心して皆さんにお返しできますんで、はい、ということでお返しします。ありがとうございます。